エドワード・オルター・ファー・ロングは、アメリカ合衆国の俳優。カリフォルニア州グレンデール出身。父とは、面識がなく、母のエレアノルタ・フォヤは青年センターの職員であり、メキシコの血を引いていた。推測によればおそらく他にロシアとネイティブアメリカンの血を引いているという。母は後にモイゼス・トーレスと再婚し、父親が違う弟ボビー・トーレスがいる。 母の下で暮らすのを拒み、おばとおじであるナンシー・タフォヤとショーン・ファー・ロングによって育てられた。ターミネーター2に出演するまで演技の経験は全くなく、ある日バスケットボールをしている最中、キャスティングディレクターの目に留まり、1991年に映画ターミネーター2で映画デビュー。1996年にはカルバン・クラインの広告モデルを務めた。 2019年公開のターミネーターシリーズ最新作ターミネーターニューフェイトに28年ぶりに出演することが発表されるが実際の出番は冒頭のわずか2分程度でありターミネーターに当時の自身の顔をボディダブルの役者に合成しただけの出演であった本人はそのことに不満のコメントを出している日本での人気はアメリカをしのぐものがあり 多様な商品が発売された。日本でのみ、ホールドオン、タイトというアルバムで歌手デビューしており、アルバムの中で、ドアーズの、ピープル・アー・ストレンジをカバーをしている。さらに1992年頃、東洋水産の、ホットヌードルの CM に、学ラン姿で出演した。2000年秋、薬物依存症とアルコール依存症のため1ヶ月リハビリ施設に入るが、 退院して数日後には、元の状態に戻った。パリスヒルトンと訪れたクラブで泥酔して、失態を起こし、2001年には、薬物の過剰摂取で病院に運ばれ、退院した直後リハビリ施設に向かう前に、麻薬パーティーを行い、1ヶ月の治療の後、今度は、無免許運転の4時間後に飲酒運転で事故を起こして1日に2度逮捕、される結果となった。俳優としては、 アメリカンヒストリー X などで映画出演を続けていたものの、ターミネーター3への出演はならなかった。2004年夏、映画、ジミージュディ撮影中に、スーパーマーケットで販売用のロブスターを、水槽から逃がそうとして逮捕された。この時も、アルコール臭く足元はふらついていたという。2006年4月、映画、ジミー ジュディの撮影で知り合った女優のレイチェル・ベラと結婚。同年の9月21日に、レイチェルとの間に第一子のイーサンページファーロングが誕生した。しかし2009年7月6日に、妻のレイチェル・ベラが、ロサンゼルス地裁に離婚申し立てをしたので離婚へと進んでいる。その後、離婚裁定中に、エドワードがレイチェルの家の前を何度も車で通ったり、 自殺をほのめかしたり、親権争いの際に、薬物検査を受けることを拒否したことなどが、引き金となって、2010年11月、レイチェルに対する3年間の接近禁止命令を受けた。しかし、グリーンホーネット、ロサンゼルスプレミアに出席した、翌日の2011年1月11日に、妻への接近禁止令違反により逮捕された。 12日には7万5千ドルを支払って保釈されている。またロサンゼルス裁判所の判事は、同年10月、エドワードが十分な養育費を支払っていないとして、1万5千ドルの支払いを命じた。2012年10月30日には、ロサンゼルス国際空港で恋人に暴力を振るったとして逮捕されたため、新作映画、ミスレッド、ミスレッドの役を失うことになった。 12月には、当時6歳になる息子より、コカイン反応が検出され、その責任をめぐってエドワードとレイチェルは、法廷で争いになったが司法は、レイチェルの勝訴とし、エドワードと息子が二人きりで会うことを禁止した。また、11月21日及び2013年1月13日にも、恋人への暴力で逮捕されたため、新作映画、 アザープランズ、アザープランズの主演を下ろされた。2013年2月には再びレイチェルへの接近禁止命令違反で逮捕され、3月に180日の禁錮刑判決を受けた。同年5月16日にも同罪で逮捕され一時保釈金を支払って釈放されたが、検察側の働きかけで保釈金が増額され、 その分を支払わないため6月11日再び収監された。ありがとうございます。